皆さんこんにちは。ニュース速報の時間です。昨日、女優の木村文乃さんが今年の夏に離婚していたことが判明しました。木村文乃さんは今年の4月頃、ツイッターに4月は別れの季節という奇妙なコメントを残していることも分かっております。木村文乃さんは事務所の社長とも対談しており、性格の不一致ですということでにっこりして事務所の社長に伝えたそうです。以上、高行速報でございました。よっしゃー、木村文乃さん別れたぜ。よっしゃー、よし、これで俺にチャンスが巡ってきたぜ。ん？おい、お前カメラ切っとけよ。ダメダメダメ、切っとけよ。おい